ここからは魅力満載ステージトーク再ステです。ミュージカル情報や公演の楽しみ方を伝えてもらいます。塩原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ともお帰りなさい。ただいまです。そう、前回の注目舞台で紹介していたね、はい、流星の音色、はい、あのなっちゃん出演してたということでね、一部公演中止にはなっちゃいましたけど、うん、 でもね、地方公演も無事に千秋楽を迎えたということで、はい、お疲れ様でした。おめでとうございました。帰ってきました。いや、どうでした、地方は。いや、やっぱりね、うん、地方は楽しいですよね、うん、やっぱり行ったことない土地に行って、うん、こうなかなか普段こうミュージカルだったりとか見れない方に向けて公演できるのも嬉しいですし、うん、あ、でもなんか広島から帰ってきた時に、あ、帰ってきたなって、意外とな、うん、期間が長かったので今回は、うん、はい、でもすごく楽しかったです。なんかね、お写真もちょっといただきまして、うん、はい、なんか楽しそうな、あのおひつくんとね、一緒に空の旅を、びっくり、あのね、その日すごく曇りだったんですけれども、うん、こう雲の上に上がった瞬間にもう青空が綺麗で、もうずっと外の窓の外見てました。結構ね、いろいろと上賀茂神社に京都の時に行けたりとか、うんうんうん、あとはもう本当新幹線乗ってるよっていう写真であったりとか、移動も楽しんで、はい、もう行きましたし、初めて行った場所、旅の時は、うんうんうん、聞きたいことがいっぱいあって、すいません。え、旅の時はいつもあの羊のぬいぐるみがね、はい、こう持って、旅のお供なんですか。旅のお供なんですよ。そうなんですね、はい、お写真に、ね、よく出てきますね。そう、初めて行った場所もあったんですか、あの今回広島に、うん、はい、広島が初めて。そうなんです。福山に行くことはちょっとあのいろいろと、まあ、親戚というか関係であったんですけれども、広島に行くことが初めてで、もうやっとあの原爆ドームであったりとか、やっぱりその資料館であったりとかを見ることができて、もうなんか胸がいっぱいでした。ありがとうございます、はい、あの詳しいお話ね、ぜひ再ステプラスの方でも ね、またお話ししていきたいと思います。ではですね、早速今月の公演中、そして公演予定の舞台見ていきましょう、はい。まあね、こんな感じでまだまだあるんですが、うんうん、何か気になる公演はありますか。女の友情と筋肉。え、タイトルがね、知らないんだけど。でもタイトルが筋肉、そうで、下もね、北斗の拳、筋肉じゃない。確かにムキムキ系がね、うん、並んでますけど、うん、あの女の友情と筋肉は、うん、私ネットで読んでたんですけど、うん、あの漫画があって、うん、それが原作のミュージカルってことだと思うんですよね。私もあんまり詳細わかんないんですけど、多分それのミュージカライズだと思うんですよね。なるほど、ちょっと気になりますね。そう、北斗の拳とかも、ね、こう漫画アニメ原作ですし、うん、結構そういうの多いのかな、ねね、楽しそうなミュージカルが多いですね、うん、多いですね。宝塚の方出てる方とかもね、はい、いっぱいありますね、うんうん、ありますね、はい、でこの中から今回取材いたしましたのはカラーというミュージカルなんです、うん、聞いたことありますか。 ありますね、あの浦井さんが、うん、ケンちゃんが出てらっしゃるということ で、 ね、共演者でしたもんね、うん、はい、うん、前回はあの流星の音色ということでファンタジーのお話だったんですけれども、うん、今回は草木染め作家の坪倉悠介さんという方の手記、記憶喪失になった僕が見た世界を元にしたミュージカルなんです。物語のメインとなるのは交通事故で全ての記憶をなくした僕、ソータです。奇跡的に目を覚ました時には両親のこと、友人のこと、自分自身のこと、言葉や文字、食べる、眠るなどの感覚さえ忘れていました。見てごらん、これが3歳のソータ、真っ黒に日焼けして滑り台が好きだった。見てごらん、これが5歳のソータ、膝小僧をすりむいた幼稚園の運動会。あれ？そうよ、母さん。母さん、音がする。語るような歌から始まるミュージカル曲の数々は、シンガーソングライターの上村かなさんがミュージカル楽曲として初めて手掛けたものです。浦井健二さん、ソンファさんの2人は公演ごとに僕と大切な人たちをそれぞれ交代しながら演じ、浜田めぐみさん、柚木レオンさんはダブルキャストで僕の母親を演じます。僕にはキラキラ光るつぶつぶに見える炊きたてのご飯や目の前に立つお母さんの記憶もありません。
母は過去の記憶を取り戻してあげたいと必死になりますが、僕の目に映る毎日は何もかもが新しく、謎と驚きに満ちていました。どうします？いろんな丸い何か、小さい薄い何か、キラキラして光ってる、ボロボロしたものもある。電車の切符は2枚、キラキラの2枚、切符出てくる、お釣り出てくる。僕は学校に行けるよ。彼を大学に戻す。事故から3ヶ月、大学に行けば記憶を取り戻せるかもしれないと母親も復学を勧めますが、僕自身は記憶を取り戻したいという思いが強まる一方で、元の自分を思い出すことができません。何か思い出すんじゃないかって。こいつはとてつもない大発明、操作は簡単、めちゃくちゃ便利、見た目はでかい箱、でもすごいやつ、今見せてやるよ、すぐにわかるさ。なんでいきなり光ったの、何が起きるの、危なくないよね、見てろよここからが面白いとこ、なんだか中から音が聞こえる。記憶を失ったことで目覚めたら全く新しい世界になってしまった僕の戸惑い、息子を思い誰より近くで支える母の気持ち、そして僕の周りの大切な人々、草木染め作家になった僕が記憶という色をなくしてから過ごした時間が色になっていくまでを描く1時間半のミュージカルです。ということで、お金の存在も忘れてしまったりだとか、ご飯って何なのっていう、本当に全く新しい世界の一員になってしまったっていう僕の戸惑いだったりだとか、あとはね、お母さんの気持ち、周りのお友達だったりとか大切な人々がこう、ね、寄り添いながらですが、事故によってこう一変してしまった生活を描いていまして、一見するとこう不幸せにも感じてしまうような環境なんですが、幸せってじゃあ何なのか、誰にとってこれが幸せなのかみたいなことを深く考えさせられる作品でした。ね、でも曲聴いてても、なんかすごく、いいな、しみる感じの曲が多かったので、ね、見てみたいなと思いましたけど、ね、どんな風に、ね、動かれるのか気になりますよ ね、気になる。本当に私もオリジナルミュージカルで新作だったので初めて見たんですけど、本当に心を動かされてしまって、ゲネプロに取材に行ってたんですけど、ボロボロ泣いてしまって、ちょっと周りの人に隠れながら涙を拭いていました。素敵、ね、今回その今お伝えしたようにオリジナルミュージカルということなんですが、なっちゃんが出てたこう流星の音色とかもそうなんですが、オリジナルミュージカルこれってどんなものなのっていうのがわからない方結構多いと思うんですが、そうですね、やっぱり日本でやるミュージカルっていうのは、海外から、輸入したものがすごく多くて、なんですけど、オリジナルミュージカルっていうのは、本も新しいし、あとは歌であったりとかも、誰も見たこともない聞いたこともないものを上演することが、ね、オリジナルミュージカルかなというふうに思うんですけれども、宝塚も、常にというかほとんどオリジナルミュージカルでやっているので、なかなかね、なんか流星の音色の時に、あ、オリジナルミュージカルって難しいなんて思ったんですけれども、宝塚でやってたじゃんみたいなものもあって、なんか楽しさもあるし、どうしようできるかなみたいなものも、あるかなって思うんですけど、やっぱりその分最初に初めて見たお客さんはね、オリジナルミュージカル最初に見たわって言って、やっぱり嬉しいものもあるじゃないかななんて思いますね。確かに知らないストーリーだから、ワクワクしますよね。次がどうなるのか全くわからないから、そこも楽しみの一つかななんて思いますけれども、好きな作品を DVD とかで何度も見たりとか、再演を楽しみにするっていうのもすごくいいんですけど、私ミュージカルファンとしては、やっぱりこう日本のオリジナルミュージカルがどんどん世界に逆に、輸出されていくようになって盛り上がっていったらいいななんて、一ファンとして、すごく思っています。そして再生では皆さんからの、ご活動であったりとか、今日のゲネプロの映像良かったよみたいな、ご意見っていうのを、ぜひメッセージ募集しています。はい、番組連動の、企画のアプリも再生検定も始まったので、ぜひ
サイスト、サイステ検定、うん、受けましたよ。私も受けたよ。え、どうでした？受けた。私ダメだったよ。出てるのに、出演者出てるのにダメだったよ。何間違えちゃったの？え、なんか何回目かのなんとかってやつ結構難しかった。確かに確かに。エマちゃんはできた。はい。なんか難易度がこう上級中級初級とあって選べるのでいいですよね、うん、順番に受けてっていただけるというようになった、うん、挑戦しました、はいはい、問題も新しくなってますのでぜひ皆さん受けてみてください。で次回の再生10月7日来月7日ですので、はい、前日までまた受験可能になってます。なっちゃんからのプレゼントもありますから、はい、皆さんどしどし受験してください。お願いします。ここまで再生でした。